ン・サン・スー・チーさんはじめとして民主化運動の人たちはこの選挙に締め出されたまんま、果たしてこれが選挙なのか、ミャンマーを通じて考えることはいっぱいあると思いますが、実際に取材に入りました。総選挙を控えたミャンマー最大の都市ヤンゴン。先週取材規制が厳しさを増す中、ある人物と接触を果たした。民主化運動の指導者ウー・ウィンティン80歳。外に出ると4人の公安が一斉にカメラを向けた。タクシーが動き出す前、フロントガラス越しに男たちが中の様子をうかがう。公安の尾行は続く。インタビューは監視の目をかいくぐって行われた。ウィンティン氏は今なお自宅軟禁の身にあるアウン・サン・スー・チーさんの懐刀で、ミャンマー軍事政権が最も恐れる男だ。He is the only one who is so influential in Burma, Burma's politics, and we need such a person, you see, because our cause is not yet finished. 彼は1989年から19年間獄中の人だった。尋問と拷問。ウィンティン氏は独房の壁に詩を書き続けることで精神を保ってきたという。When I was sentenced for 20 years, then I was put most of the time in a solitary confinement. And next to my room, there's nobody. And another next room, there's nobody and nobody. So even I shout, you see, nobody will hear me. 東南アジアに位置するミャンマー。軍がビルマから国名を変えた。1962年から軍は独裁支配を行ってきた。1988年、一党独裁の即時廃止を求め、連日100万人規模のデモが起きた。その先頭に立っていたのが、ビルマ建国の英雄を父に持つスー・チーさんと、ジャーナリスト出身のウィンティン氏だった。その2年後の選挙で、スー・チーさん率いる国民民主連盟が全議席の8割を獲得した。だが、軍事政権は政権の引き渡しを拒否し、現在まで居座り続けている。2007年9月、軍は武器を持たないデモ隊にも容赦なく発砲。取材中、ジャーナリストの永井健二さんが凶弾に倒れた。軍政は流血の過去を忘れたかのように、あさって20年ぶりに総選挙を行う。だがそれで民主化を実現したことになるのか。実は軍政の幹部らが選挙前に退役し、翼賛政党を立ち上げていた。豊富な資金と組織力で1100人以上を擁立。それに先立ち新憲法も制定。国会議員の4分の1を軍人とすることや、スー・チーさんを事実上選挙から排除する規定を設けたのだ。スー・チーさんとウィンティン氏の団体は選挙へのボイコットを決めた。 If we are going to register as a political party, we have to explore, say for instance, our leader Aung San Suu Kyi. Not only Aung San Suu Kyi, but other friends, other comrades. We have to to release our claim that our victory in 1990 election. 街では軍人と武装警官が市民を監視。
双眼鏡を手に反政府運動が起きないよう目を光らせていた。さらに、外国人記者の取材を規制しているこの国では自由な取材活動はできません。祝警官が監視しています。そのため私は隠しカメラなどを使って撮影を続けています。真ん中だけが舗装された奇妙な道、軍政に投票すれば道を完成させるという。民主化する日を思い描くが、その道筋さえ見えない。竹の家で暮らす人々、一見穏やかに見えるこの国の闇は深い。ミャンマーは平均年収4万円ほど、世界最貧国の一つだ。幼児の10人に1人が命を落とす。そして両親の囚人と呼ばれる政治犯2100人以上が刑務所に収容されている。軍政の後ろ盾となっているのが中国の存在だ。街にあふれる中国製品、欧米諸国が人権侵害を理由に経済制裁を続ける中、中国は資源開発や貿易を拡大していた。You see, nowadays what they are doing is in Burma is the taking out all our soldiers and they have all the human rights violations. See, along their pipeline or along their you see dams and so on. So they shouldn't do it. ウィンティン氏は心臓を患い、先月退院したばかり。喘息も抱えている。There will be no democratization in Burma very soon, and there's no way of army going back to the barracks, or there is no way of a Burmese army to relax their control of the country. So, for us, you see, for Democrats, we have to struggle going on and on and on for many years. Thank you very much. スーチーさんの自宅軟禁解除の期限は来週13日。総選挙は明後日に設定されている。中国が後ろにある、そして軍幹部のですね、はい、利権ですね。そうですね。その下でどれだけ多くの方が苦しんでいるのかと。だから民主化っていうのを自分たちの力で勝ち取るっていうのがどんなに厳しいことか。日本はまあ与えられた民主主義ですけれども、はい、どの国もみんな苦労して苦労して苦労して、その段階段階でいろんな規制払いながら少しずつ少しずつ進んできて、はい、民主主義勝ち取ってるんですよね。だからミャンマーは必ずそう勝ち取ってくれると思いますけれども、それを中国が利権で入って支配権強化するようなやり方しちゃいけないですね。そうですね、はい。いつの日かって言ったらいけないんだと思うんですけど、劉暁波さんとアン・サン・スー・チーさんが抱き合うシーンとかね、はい、そういうものを見たいなと思いますし。本当ですね。一方で現実、中国だけではなくて世界の国がミャンマーの地下資源をね、はい、ビジネスとして狙っているというところも同時に考えてしまうわけです。伊藤マシャルです。